皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、バルサについて少しお話ししたいと思います。というわけで、今回はですね、バルサについて、話をしていこうと思いますけれども、まあ先日ね、クラシコが行われまして、まあプレシーズンながら、まあレアルマドリーと、まあバルセロナが、まあアメリカの地で激突したという運びになっております。まあで、結果から言いますと、まあバルセロナ、まあラフィーニャのね、ゴラッソで、まあ1ドルで勝利を収めたということになりました。しかしながらね、やっぱりこの試合でまあ見えた課題だったりとか、まあ、問題点とか、まあ、これからバルサはどうなっていくのかみたいなですね、話を今回はね、していければというふうに思っています。で、早速なんですけれども、やっぱり前日の、まあ、クラシコでいうと、やっぱり新戦力の選手、まあ、レバンドフスキとか、ラフィニャとか、まあ、クリステンセンとか、この辺りの選手は、まあ、スタメンで、一緒に出ましたし、他の選手たちもね、まあ、ケシエとか、後半から出てきましたし、まあ、この新戦力を、まあ、シャビ監督は、まあ、当然ですけども、補強で取った選手、まあ、戦力としてカウントしていくっていうのは、すでにね、考えられていると思いますんで、その辺り含めて話していこうかと思います。で、この前のマドリー戦ですね、この試合、やっぱりバルサはですね、まあ、4-3-3 で、来ました。で、特筆すべきはですね、やっぱり、3トップですね。右にラフィーニャ、真ん中にレバンドフスキで、まあ、左にアンスファティを置いてきたと。そういったね、選手起用をシャビ監督はしてきました。でですね、今回、話したいのは、ちょっと僕が今気になっていることでですね、まあ、右サイドバック問題ですね。で、クラシコではですね、アラウホが右のサイドバックに入ったんですけれども、これはですね、まあ、昨シーズンも、まあ、チャビ監督何度もやってましたし、ただですね、今シーズン、これから始まるシーズンにおいて、ずっとアラウホを右のサイドバックで使うのか、はたまたデストを使うのか、もしかしたら、まあ、スピリクエータとか、誰か右サイドバックの選手取るのか、ちょっとわかんないんですけれども、そのあたりでね、ちょっと掘っていきたいなと思います。で、この前の例えばクラシコで言うと、アラフォを右のサイドバックに置いた。で、メリットで言うと、やっぱり退治したのがね、あの、ビニシウスだったんで、で、これをね、あの、ビニシウス対策として、まあ、アラフォを右のサイドバックに置くっていうのはですね、まあ、ある程度、成果はね、出ていたかなというふうに思います。しかしですね、やっぱりアラフォをですね、右のサイドバックに置いてしまうと、まあ、デメリットとしては、やっぱりこうビルドアップのところで、他の選手、まあ、本来右サイドバックやってるような選手が、いるよりもビルドアップの能力落ちますし、昨シーズンでもやっぱダニー・アウベスがいた方が、やっぱりいいポジショニングとかね、打ち入ってきて受けたりとか、まあ、ボランチ化することもできたりもしましたから、これやっぱりアラフォにはね、できませんので、そのあたりがやっぱりちょっとどうなのかと、これからどうしていくべきなのかというところはね、あると思います。で、まあ、まずですね、この右サイドバック問題で言うと、このアラフォを使いながら、というところでですね、もうちょっとこう、左肩上がりの、まあ、3-4-3を作れるといいかな、というふうには思っていて、っていうのもですね、こう、まあ、アラフォは右のね、サイドバックにいるのはいいんですが、まあ、クリステンセンとかリック・ガルシアも、まあ、センターバックにいますんで、これがこう、左にずれていく形で、3バックにすれば、ジョルディ・アルバが左、上がってって、まあ、中盤のところに上がる。まあ、一列上がるってことできると思いますし、あとはですね、それと、引き換えとかね、その流れで言うと、アンス・ファティが、ちょっと中に入ってくれば、まあ、より良い形になるのかなというふうに思いますね。はい。とね、今ちょっとね、話してきたんですけれども、もうちょっとね、この戦術版もね、使いながら、詳しく話していこうと思います。まあ、アラウホ、右のサイドバックに入っています。で、これがこの前のクラシコのね、メンバーですけども、こういう形で、まあ、右のサイドバックをずれていって、まあ、クリステンセンずれて、エリックがずれて、で、まあ、ジョルディ・アルバ、左のサイドバックですけども、この人は上がると。一列上げて、で、ファティが真ん中を取ると。左のハーフスペースに入って、まあ、レバンドフスキこのままセンターにいますし、で、この時に、まあ、ガビが、まあ、右のインテリオール。で、ペドリーが、まあ、アルバが上がってくるんでね、ちょっとこうトップ下のところに行ってもいいですし、まあ、この辺でボールね、受けられるようだったら、まあ、受けてもいいと思いますし、で、左のね、このハーフレーンを開けるんだったら、ペドリーが少しやっぱり中に行って、こういうところに球出しできると思いますし、で、ここから落として、まあ、またアルバ前向きにボール持って、みたいなこともできると思います。
で、さらにですね、やっぱり、チャビ監督、昨シーズンからね、そうでしたけれども、まあ、ここは、再度を突破できる選手を置くっていうのはですね、やっぱそういう球法を好む傾向があります。で、昨シーズンで言うと、アダマ・トレアルだったり、まあ、なんといっても、まあ、デンベレ。で、デンベレ、まあ、結局ね、再契約して、残留するっていうことになったんですけれども、まあ、この前の球法を見てると、やっぱラフィーニャの方が、まあ、現状ファーストチョイスなのかなっていうところです。で、ただこの 3-4-3 をやった時にですね、ラフィーニャは逆にここで、右に張ってアイソレーションで使えますから、そういった意味でも、ラフィーニャに1対1集中してもらうっていうこともできますし、で、デンベレとの違いで言うと、まあデンベレもデンベレでね、まあ右足も使えて、左足も使えて、スピードもあって、突破力あってって感じですけれども、ラフィーニャの場合はまあ左利きなんで、ここにボールが入ったら、まあ1対1で仕掛けていくってことができますし、まあね、なんだったか中入ってって、中入ってってからのこういうクロスでレワンドフスキに合わせたりとか、あ、まあこの前のクラシコでもね、素晴らしいシュート決めましたけれども、カットインして左足で投下と、左足でシュートを打つこともできますし、まあこれはバルサにとって大きなオプションになるんじゃないかなと思います。で、まあちょっとこの 3-4-3 の流れで、まあちょっとアイソレーションの話にもなったんで、ここからじゃあどういった課題が出てくるかというと、まあ昨シーズンもありましたけど、この形でいった場合はやっぱね、洗う方を、まあ、上がってこないんで、右のサイドボックスを使いながら攻撃するということはまあちょっとできないと。ってなった時に、やっぱすごく重要なのは、ここのスペースですね。ここを誰が使うのかっていう問題が出てくると思います。で、この右のね、ハーフレーンを誰が使っていくか。まあ僕はガビとかスペイン代表の試合見てても、こういうところもふーって上がってくるし、こういうところでボール受けても、この、ね、狭いところに入っていくのは、このガビ選手めちゃくちゃうまいです。で、まあ、右利きなんですけども、右のインテリオールにいて、こういうところで、スモールスペースで囲まれてもボール奪われないですし、くるっと反転して、なんだったら囲まれてるんですけれども、こう、剥がしていけるみたいな、そういうドリブルも持ってる選手なんで、ちょっと僕は本当にこのガビ、結構前から右のインテリオールに使ってほしいって、言ってたんですけど、なんで、まあ、スペイン代表の試合見てると、左、まあ、このインテリオール問題で言うと、左ペドリ、まあ、右ガビで普通に機能してるんで、これ早くバルサでもやってほしいんだけどなと思ったんですが、ようやくやってくれたんで、まあ、おそらくこの前のクラシコのスタメンが、まあ、シャビの中では今のところのプラン A だと思うんで、ようやくこれもインテリオール問題を、やってくれたっていうところで、まあ、ちょっとね、正直、このチャビ監督、選手の配置はそんなにこう得意じゃないのかなという印象もあったりするんですけれども、まあ、これはこのまま継続してやってほしいと思いますし、で、この、まあ、3-4-3、左肩代わりで作っていくって、この形になるかどうかわかんないんですけども、まあ、いずれにせよこの右はアイソレーションにすると思いますから、この右のね、ハーフレーンを誰がどう使うかっていう、まずこのガビがこういうランニングをするっていうことは結構徹底してほしいなと思いますし、ここで引っ張った時に、じゃあどうなるのって言ったらレバンドスキがこう出て開きますから。で、レバンドスキにボール入ったら、まあ、相手のね、センターバックを止めに来ると思いますけれども、ポストプレイヤーはめちゃくちゃうまいんで、ここでね、壁役になってドーンでもいいと思いますし、ラフィーニャ寄ってきて圧縮させておいて、まあ、もう一回ペダルに現れて、この前ねプレーシーズンでちょっとこういう形ありましたけど、で今度はまあファディが3人目の動きだったり4人目の動きで出てきて空いたスペース入ってきてでドーンと、まあ、ファディも決定力ありますから、こういう形がこういう攻撃が出てくるようになればバルサはすごく面白いのかなというふうに思います。はい、まあ、右サイドバック問題、っていうことをちょっとさっき話しましたけれども、まあ、今、バルサはやっぱりアスピリクエタをまあ狙ってるというのが一個あります。で、まあ、実はクンデもね、セビリアの選手を狙っているんで、もしかしたらクンデ取っても、まあ、こう、アラウホみたいな使い方をする。まあ、センターバックとサイドバックでも使っていくみたいなことも、もしかしたらプランには、チャビ監督の中ではあるかもしれませんし、まあ、クンデもちょいちょい、ロペテギセビリアで右サイドバックもやってましたから、まあ、僕もそれ、ちょっと正直、それも最適解じゃないような気もするんですけれども、まあ、クンデを結構本気で取りに行ってるっていうところは、そういうところもね、あるのかなという気がします。で、あとは、まあ、スピリクエタ、取れるかどうかっていうところも大きいですけど、チェルシー的には、まあ、トゥヘル監督的には手放したくない選手だと思いますし、あとは、まあ、現有戦力で言うと、まあ、僕は十分使えるんじゃないのかなって思ってるのはセルジ・ロベルトだったりします。ただ、この前の起用法とか見てるとね、チャビの中ではセルジ・ロベルト多分インテリオの選手なんだろうなっていうふうに思ったりもしたんで、僕は本当は、アラウホとセルジ・ロベルトを、こう、使い回しながら、まあもちろんデストもそうなんですけど、やっていくっていうのが、いいと思いますし、セルジ・ロベルトだとね、
アラウホだとさっき言ってみたいにこうスリーバック化して、整ってればいいし、セルジュ・ロベルトが上がっていくときも外のレーンも上がれるし内側のレーンも上がれるんで、そんなにこうタッチが柔らかいとか、ものすごい技術あるって選手じゃないんですけど、その代わりこうボール持ってないときはね、インテリジェントなランニングものすごいできる選手なんで、そんなに頑張ってアスピリクエタとか、組んでとか、頑張って取り行かなくてもいいんじゃないかなと思ったりもしますし、マルサ、最近ね、この、いわゆる2つのテコって言われてた、こうテレビ放映権一部売却みたいなのも、なんとか、うまくいかせて、キャッシュは手に入れたんですけど、あんまりこのキャッシュ、ここでドカンって使いすぎるのも考え物じゃないかなと僕は個人的には思っていたりするんで、いずれにせよね、これからマーケットまだ開いてますから、最終的に誰かを取るのか、それによってシーズン、本当に本格的に上げてきたら、チームどうなっていくかっていうのは注目のポイントだと思いますし、いずれにせよクラシコでは勝利しましたから、J バルサ今いい形で進んでいるとは思いますので、引き続き、追っていければなというふうに思っています。分かってる感っていうか、分け上がってるチームには僕はラージは今なってると思って、イラオラがでももしかしたら今季終了時どっかに引っ張られるかもしれないね、監督は。あ、そんなに評判いいんですか。そしたらちょっとだからディエゴ・マルティネス的な感じなんですよ今。あ、はいはいはい、ポジション的にというか、こう流れ的に言うと、そうざっくり言ってますけど、ポイントとしながら回復したいなというふうに思っています。はい、皆さんおはようございます。さあ、解説終わりの森田でございます。さて、今しがたですね、うちのオフ会は特にテーマも決めずにざっくり話すんで、